ホークス先発は岩崎でした。今日の立ち上がりは改めて柴原さん、どんな風にご覧になりました？そうですね、やっぱりより慎重に投げていってましたよね、まあ、野手の、ね、カバーもありましたけど、はい、でも本当丁寧にコントロールよく投げてましたね。この初回まず乗り切って、そして2回、はい、ワンアウト3塁1塁というピンチ、ここ2人のバッターが打ち上げてくれました。そうですね、冷静に投げていけてましたよね、ここをゼロに抑えられたのが一つ乗っていける要因になりました。一方マリーンズの先発は今シーズン初先発になりました左腕の松永、2回です。長谷川のヒット、吉村のセカンドフライを挟んで、この柳田のセンター前ヒットでランナーが2人になります。そして本田、この立ち上がりはいかがでしたか？松永は良かったと思いますよ、安定したピッチングを、まあ、ピンチはありましたけど、3回まではね、安定した自分の投球ができたんじゃないかなと思いますけどね、そして3回の岩崎になるんですが、このプレー、まずは素晴らしい吉村のファインプレーでピンチを救いました。いやー、大きかったですね、このプレーは、ですね、はい、このプレーに乗せられるようにして岩崎のこの角中に対する1球、見逃しの三振ゼロに抑えます。さらにこの岩崎をホークスの守備陣が助けていきます。今度は今宮の強肩、ナイスプレーでした。さらにはこの難しいフライ、セカンドの本田、いかがですか？いやー、うまく取りましたね、背を向けての、ね、キャッチだったんですけどね、いやー、ファインプレー助けましたね。三者凡退でした。その裏、今度はバットで応えたいところ、ランナー2人を置いて柳田、一、二塁間を突破していきました。これ先制のタイムリーヒット、ホークス待望の1点目が入りました。岩崎を援護します。さらにこの後もチャンス広がって、結局松永のフックアウト、2番手ピッチャーは上野というところで、ここの上野は踏ん張りました。踏ん張りましたね、ピンチだったんですけどね、ここしっかり締めましたね。ですね、中盤の6回に入りました岩崎、ツーアウトランナー2塁1塁というところだったんですが、ここをゼロに抑えて結局無失点でした。まあ、うまくね、今度緩急を使ってバッターのタイミングずらしましたよね。そしてこの柳田の一発、改めてお願いします。いや、完璧でしたね。でしたね。いや、本当ね、乗ってましたよね。1打席目2打席目ヒットを打ってですね、はい、いい流れでこの打席に入れたと思いますね。2点目が入りました。そしてマリーンズの方は何としても勝利を呼び込みたいということで、勝ちパターンの増田を投入してまいりましたが、さすがの内川でした。ですね、打順3番に上がって自分の仕事をしっかり果たしましたね、2点タイムリー、さらには長谷川今日5番タイムリーヒット、5対0になります。本当にこの終盤以降の打線のつながりはすごいですね、脅威ですよね。ピッチャーは木村に代わって、そして今日当たっていなかった今宮にもタイムリーが生まれました。そうですね、最後に1本出たというのが大きいと思いますね、はい、明日につながると思いますね。そして内側のダイソー明石、今日初めてのバッターボックス、やっぱり神様は見てますね。そうですね、やっぱり一生懸命やっていれば、やっぱりね、結果を出してくれますよね。7対0としました。大量点差、最後は柳瀬打ち上げた川本、ライト長谷川掴んでゲームセット、7対0というシャットアウトゲーム、おめでとう岩崎、今シーズンの2勝目をマークしたというゲームになりました。